皆さんこんにちは。陸海空軍人から見たシリーズ、今回も始めてまいります。まだチャンネル登録がお済みでないという方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひよろしくお願いいたします。では早速ご紹介いたします。今日も元西部方面総監の小川清志陸将、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして元航空自衛隊補給本部長の吉田光介空将、よろしくお願いします。そして元呉地方総監の伊藤俊之海将です。よろしくお願いいたします。さて、日本国内のね、ちょっと話に移りたいと思いますけれども、抜本的防衛力強化と言いながら、実はですね、まあ、円安が進んだりとか物価高がありまして、予算が実質上目減りしているということで、まあ、調達を諦めたりとか、まあ、これはどうしてもですね、その輸入の部品があったりとかするので、まあ、諦めざるを得ないみたいな、ね、状況が発生してしまっているんですよね。これ どうでしょう、日経だから日本で作ってるから、はい、なんでその円安が関係するのと思うでしょ。あ、そうですね、皆さん ねから部品をね、部品なんですよ、はい、部品がだから結局海外の部品でやってるし、はい、今回は特にこれ、あの羽とかね、胴体とかの一部は三菱重工と川尻が作ってるものなんですね。でも今回それがそのいわゆるプライムの2つが、はい、やらないって言っちゃったから、うん、その結果じゃあ新名誉が作るのは一機700億ですって言っちゃったから、それはやっぱり無理でしょうっていうね、うん、話だから、そやらないって言った理由も上官一席分だもん。今までずっと基盤維持しなくちゃいけないと言いながらも、結局調達が2年に1回だ3年に1回だっていうことになってしまったので、これではもう設備を技術を維持できませんと言って、どんどんそのベンダー企業が撤退していって、で大手2社に限らずいろんなところが撤退してしまったので、もうプライム企業が自分でそれを引き受けざるを得ないというところで、積み上げたらどんどん価格が上がってしまったという、うん、まあ、US2 に関してはですね。けど、あのこの US2 はまあ価格で諦めたということなんでしょうけど、輸送ヘリも ね、 そうですね、半減でしょ、30数機が17機くらいになっちゃっていて、でもともと昨年の12月に策定された国家安全保障戦略を受けた国家防衛戦略であったり、防衛力整備計画っていうのは、当然あの将来起こりうべき戦闘要素を踏まえて、いわゆるシミュレーションして必要な防衛力を積み上げたっていうふうに私は理解をしていたもんですから、それがまあお金の事情でその数量が変わるっていうことは、過去この数十年やってきた同じ鉄を踏むことになっちゃうので、今までずっと予算で縛られてやりたいことができなかったことが反省で、今回昨年の12月に新しい考え方、所要防衛力の整備構想に変わったのに、為替でこんなことまたやっちゃうのっていうのはちょっといかがなものかなって私は本当疑問に思ってます。普通だったらまあ、ね、補正でなんとかなるんじゃないかって、まあ、小川さんも言われてたと思うんですけど、今回このかなり予算を増やしたということで、そこもねちょっと難しい状況になっているようで、まあ、いくらか補正で前倒しするものはあるんだと思いますけど、この輸送力を削るっていうのはですね、この3文書でも国民保護のためにっていうのがまずすごく強く出てるんですね、輸送力を、はい、つまり日本だとその地下施設あんまり作られてないですね。ちなみに南西諸島ということでいけば、地下避難所の数ってのは今令和4年4月1日現在で、はい、まあ、これぐらいの数になっているというところでですね、はい、地下施設がない中で輸送力が途絶える、それから港湾空港を大型化してない、下手すればハマスと一緒ですよ。住民避難が必要であるにもかかわらず、そのための必要な手を打ってないと。それはもう一方で、国民保護法がですね、安全保障関連法が米ソ冷戦の時から日米のガイドラインが変わってきましたよね。朝鮮半島有事を前提にして、台湾有事を前提にして、で国内法も武力攻撃事態対処法を朝鮮半島有事型に一回して、それから今は台湾有事型というか南西有事型で存立危機事態や重要影響事態を作ってきた。でも国民保護法は朝鮮半島有事のところで止まっちゃってるんですね。だから3文書で国民保護を重視するというのは、これぜひ進めてもらいたいと思います、うん、あの地下施設を作っていくっていう施策と輸送力、輸送力とっていうことをですね、あと法律の立て付けも、いわゆる有事法制、武力攻撃事態法自体が平時と有事の二元論になってるのね、うん、だから国民保護は有事にならないと活動できないっていうことでしょ。そんなわけあるかと、だから本来有事でも平時でもないグレーの時こそあの国民保護が発動って言わなきゃいけないんだけど、こうなってないんですよ。二者択一になっちゃってるから、はい、ですね、だからここをもう一度武力攻撃事態法のあの枠組みのこの二元論ではなくて、
グレーの時もどうするのっていうある意味作り込まれをしないとダメだということだと思いますよ。それで発動が遅れるようだったらすぐに逃げられる地下施設を充実させていけよっていうことにもなりますし、まあ、いざという時は長期間になれば当該へ逃げた方がいいっていうふうになれば今おっしゃった輸送力がいるっていうことにもなるし、どっかこのお金によって目指してたものとずれないようにぜひしてもらいたいと思います。このハマスというかイスラエルの教訓というのは明確にこう出てるし、ウクライナ戦争でもブチャでの被害であるとか、マリウポリでは地下施設があって軍隊が上にいたので助かったとかですね、こういうところをしっかりともう一回教訓として生かすべきだと思いますけど、いずれにしてもその防衛計画が達成できないっていう、ね、ことになると今までと同じじゃないかっていうことになってしまうので、もうここはね、だから今なんかあのライセンス国産とかもね、これお金かかりすぎてやらない方がいいんじゃないかなって話も出てきてるみたいなので、だから本当にどうしても部品を海外から調達したりとかライセンス料を海外に払ったりとかするとこういう問題が起きるっていうねことなんですよね。財源論は意外にやめた方がいいと思うけどね。財源論ね、改めていろいろ財政とか見てるとそれは国債すればいいというものじゃないと言われるかもしれないけど、本当に一般の家計と国家のあれは違うから、だからもうプライマリーバランス言ってる問題じゃないじゃないですか、プライマリーバランスは別にするものは吸ってでも国債発行するものは発行してでも、で国債って今も人気あるわけですよね、これだからみんな買いたいものなんでしょ、だからそれ発行してそれでしっかりした予算を確保してやればいい話で、これで円安になっちゃったんだったら当然補填するんですよ普通は、うん、普通は、ねね、まあ、そうあの想定しうることですからね、うん、この変動は、ね、株価の為替の変動当たり前の話だから、それよりも所要でしょと、うん、だから当然補填しましょうよっていう議論にならなきゃいけないのが困ったねって言ってるようなし、これもともと外国の報道で出たんですよね、うん、まあ、私実はあのいろいろ丸とか雑誌に書いてたんですけどね、あんまりちょっとめでたなかったようですけどそれ拾ったんじゃないの、あそうですか、あそれありがたいことですけど、で今だから産経新聞から書いたの、そっから同じ産経だからね、国の信頼もその、はい、さっき伊藤さん国債は人気ある、これも安全が確保されてる、変なその日本の国がやられないで済む安定した状態を作り続けることによってそこの信頼性があるわけで、円もですね国債もあといろんな保険についてのその計算もこれ全部崩れちゃいますからですね、だって金利めちゃくちゃ安いのに人気あるんですよ、そうですね、うん、これだから安定だからですよ、うん、ね、はい、だから一発儲けたい人からすると国債なんか買ったってなんていうぐらい利率はないんだけど国債社会にめちゃくちゃ人気あるんですよね、その意味が分かってないですよね、うん、さてそれからの装備移転に関してなんですけれども、まあ、国産のレーダーを三菱電機があの作ったものをフィリピンにまあ契約まあ成立したということで4機のうち1機を納入したということになりました。これまあ完成品として初めてということなんですけれども、吉田さん、まあ、画期的ですよね。そう画期的ですよね、これ本当に、はい、あので先ほども伊藤さんから聞くとこれはもともと日本の円借款に基づいてフィリピンが契約したということだったんですけれども、はい、まあ、初めて三菱電機が作っておられる固定式の警戒管制レーダーと陸上自衛隊が持っている対空レーダーを一つ合わせて4機を契約をして、そのうちの一つの地上のあの固定式のレーダーが実際フィリピンに納入されたということで画期的ですし、岸田さんが行かれた際にはですね、昨年の12月に策定された3文書の中で示されているいわゆる政府の安全保障能力強化策の第1号として、はい、沿岸監視レーダーを約6億円相当ですけど、これも供与するということですので、はい、本当に画期的だし、まさにその政府が決めた戦略3文書に基づいて一つ一つの事業が着実に進んでるということがよくわかると思います。 OSA ですよねそうなんですよ、あの、ね、新しくね ODA じゃなくて、ね、新しく外務省ですからね、防衛省を持ってないっていうのはね、防衛力整備する側としてはありがたいですよ、はい、外務省のお金で、海外に渡せるわけでしょ。で今吉田さんが言ったように前の枠組みは JBIC を使ってたんですよ、うん、だから財務省の外郭団体の JBIC を使ってそこで円借款をさせて、
まあ、だからただで渡して、はいはい、それでこの高い日本の製品買ってねってやるしか、はい、東南アジアに、ね、絶対売れなかったんですよ、でも今回は OSA の枠でそのままものを無償供与できるということになったんで、これ大きな一歩なんですね。でこれ何が一番大きいかというと、やっぱり今まさに抑止力を高めようとしてて、はい、43兆円のそういう意味ですよね。相手に変な気にさせないと。でもう一個日本がやらなきゃいけないのは仲間作りなんですよ、はい、でもこれ言葉だけで、クワッドだとかね、ホイップだとかといって仲間にしてても、うん、実態が伴わないわけですよ、はい、エイヤじゃ。でもここをつなぐものは何かというと装備品なんですよ、うん、例えばなぜインドとロシアが離れられないかというと、はい、お互い買ってるからですよ。そうです ね、だから武器のなんか日本だとなんか死の商人みたいなイメージだけど、うん、逆なんですよね。これがあるからお互い別れられない、という関係性になるから、だから兵分かったもたるんですよ。はい、ある意味同、今日ちょうど小野寺さんの話があったんですけど、いやこれ同盟より強いと。いや、おっしゃる通りですね。武器を渡すことの力の関係性の方が同盟関係より強いんだと。だから世界の実は駐在武官の仕事って武器をその国に売るものが欲しいことなんですよ。本来ですね。我々ね。うん、全く部の字もなかった駐在あの時代はね、駐在部官だけど本来それぐらい各国がなんていうの、防衛力、だから自分の抑止力を高めるためにうちの製品どうですかと言って関係性を濃くすると、うん、いうものに他ならないんですよ、ね、これ東南アジアって結構中国の武器が入ってたり、旧ソ連圏はロシアの武器が入ってて、そうですね、でこれメンテナンスが割と、はい、悪かったりすることもあるんで、しかもこの国は離れられない中国やロシアと、そこへ日本のメンテナンスのいい状態のもので支援してあげて、そこの防衛力を上げていく、その国が安定していくってことに貢献するってのは非常に大きいと思いますね、はい、まあ、それもね、10年以上前もうずっとそれ言われてたけれども、はい、なかなかできないし、そして日本のは高いから買わないっていうところ、なんとかタダであげられないのかって言っても、その外務省は ODA をその、ね、やっぱり軍事には使えないということで、うん、そこはずっと折り合わない中で、一生懸命これを安倍さんがやっぱりこの装備店新しくした時はまさに今伊藤さんがおっしゃった方が実は書いてあって、でそれはやっぱり報道がね、なんか防衛産業が弱ってるから助けるためだみたいなことを書くから、うん、そんなこと書いてないんですよ、全然。実は平和貢献、そうそうそうなんですよ、国際協力 の、ね、そうなんですのツールなので、そこの目的をしっかりと言ってもらわないと、なんか、まあ、韓国なんかが今ね、そういうただの武器商人みたいな感じでやたらめったら売ってるようですけども、それとは違う日本のやり方を目指してるって、ちょっとこの元の文章ですね、装備店の、ね、はい、産業も実はこの装備店だけじゃなくて、自衛隊と それぞれの国とのいわゆる共同演習であったり、いろんなオペレーションが円滑にいくような、円滑化協定も同時に結んでますので、物を売るだけじゃなくて、その軍隊なり、沿岸警備隊の能力を高めるための訓練であるとか教育をする際に、いわゆるビザの発行であるとか出入国であったり、それを円滑化するための協定も今回フィリピンと結んでますので、そういう意味ではイギリス、オーストラリアに次いで3番目がアジアにできたっていうのが僕は非常に大きいし、それが今後マレーシアであったりベトナムに広がっていくっていうのは非常に日本の、まあ、ある意味で外交力ですよね。中東紛争が起きたら、戦闘地域になるのはフィリピンと日本だから、そうですね、バシー海峡、バシー海峡なんだから、ね、でバシー海峡のだから向こう、特に台湾側が止められたとしても、フィリピン側が通れればね、ギリギリ持つじゃないですか、はい、そんなのもあってフィリピンって実はものすごく大きいんですよ。私とか課長の頃そういう話をしに行ったことあったんですけど、いやうち弱いから無理って言って今から15年前ぐらいのフィリピンの噂でしたけどね。わかります。なんか日本人って日本中心にした地図で日本と台湾と中国みたいなしか割と見ないで語らないんですよ。実はここにフィリピンありますよと、ここにあるんです。そうで僕はから目つけてて、課長の時に乗り込んでって、はいはいはい、ここ中台紛争起きたら頼むでって言われたりしたら、いやうちそんなに強くないからっていう
役立たんなこいつらと思いながらで今回レーダーだけじゃなくてもうすでに12隻の巡視船が行ってるし、はいね、今回追加で5隻の大型の巡視船も入るということで、はい、で海上自衛隊のすごいですよね、練習機はねずっと前から TC95 機行ってますからね、だからずっと密かに関係性作ってたんですよ。実はその TC のね練習機があったから実はフィリピンにもあのレーダーにもねつながったっていう、そういう線はねちゃんと伏線はあったというです、ね、裏でずっと回収しててやってたのよフィリピンから来やがった。あのね、やっぱりね、あの結局皆さんねあんまり言わないんですけど、これ装備点って相手軍なので、やっぱりミリ2人の関係が最後は、うん、決めるのは向こうの人が気に入らなかったら買ってくれないわけですから、もちろんそれは政治的なね事案はあるかもしれない、トップダウンあるかもしれないけど、やっぱり現場の人との関係を制服同士が作って相手が気に入る。だからやっぱり今も膨大に留学生とか来てますけど、はいはいはい、若い頃からね関係を作ったりとか、幹部学校もそうですけど、大事ですよね、そういうのが。で、あちらの国は意外と軍人がトップまで行ったりしますよね、はい、で留学先でたまたま同期だった人がそこの大統領になりました、大統領になっちゃったりしますからねそうすごいあの軍人に詳しいんですよ、だからそもそも、はいはい、だからそこへ政治家が行ってもおそらくそんなに軍人に詳しい人いないんですよ、相手にされないんですもんね普通。やはりそこはミリタリーの人が行って一緒にそれでやっていくってことが大事だと思いますね。そうそう、このレーダーの時だってね、装備庁にいた制服の航空自衛官の方が行く、うん、行ったっていうのは結構実は大きいんですよね。統合演習の話を、はい、お願いします。今回まさにこの3文書を受けて、自衛隊機あるいは米軍機が民間の港湾であったり飛行場を使えるようにしますというふうに歌われてまして、それを受けて今回初めて航空自衛隊の一つの例を挙げれば、追撃基地が使えなくなった時に大分空港を使って F2 戦闘機あるいは E2C が飛べるようにするであるとか、あるいは陸上自衛隊の艦船を運ぶために大分港に大型船輸送船が入港するとか、いろんなその3文書を受けた形での具体的な動きがこの演習の中に取り込まれているということなので、まあ、次回はちょうど演習も終わったタイミングになると思いますので、全体として陸海空でどういった新しい試みが行われたのかということについてまたご紹介できればなというふうに思います。画期的ですね。統合はね、まあ、進んでいたとはいえ、その自治体とか、まあ、民間がね、また自治体の情報が OK 言われるけど絶対ダメだったの。絶対ダメですからね。政府で言ってもね、そう、政府言っても私は嫌だっていうね、沖縄のわけのわからない人みたいなのがいたら終わりなんですよ。だけどこれが港湾使ってよろしいとか、はい、空港使ってっていうのに理解が出てきたってことですから、これすごいことですよ。大きいですよね。次はもう一個進んでもらうといいと思うんですけど、うん、ある自治体なんかはこの演習をして軍事的になんか怖い、うん、ちゃんと自治体に情報をよこしてちょうだいとかなんとか言ってるんですけど、いやいや怖いことが起きることがないようにこうやってるんです。それであれば一緒に国民保護についてその時に同時に自治体でシミュレーションしていただけないですかっていうのを非常に言いたいです ね、だってお仕事だもんね。そうなんです。国民保護の自治体のね、本当はですね、自治体のお仕事だから一番本来のあれですから、国からその法定自宅事務で県がやるんですよ、市町村長さんがやるんですよっていう枠組みに今なってますからですね、少しずつ目覚めてきてる。消防の人は分かってるんですよ、あれだけやらされてるの消防の人だから、はいはい、だから消防は同じような感覚だから分かるけど、はい、このシビリアンの人たちによっちゃ分からん人がいてっていうのがあったけど、はい、だいぶ変わってきたってことです。有事法制研究最初にこのニーズを言ったのは自衛隊側だったんでですね、はい、国民保護がいりますって言って、はい、で引き受けていないところを今言われた消防の方々がやっていただいた、これは大きく進んだとは思うんですけど、はい、一歩一歩ですね、一歩一歩、はい、また次回もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。
目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。